皆さんこんにちは。MI トレーナーの安田です。本日は明後日自分が、クラッシュ EX ナンバーワンで、試合があるので、はい、3日後ですね。3日後なんで明日が計量になるので、はい、計量日までの最後のね、まあ、きつい映像、水抜きを最後にやっていきたいと思います。安田真夏選手、65.4kg。やばいっすね。だいぶちょっと、はい、絞れたかなと思います。これからね、ちょっと、岩盤浴に行って自分は水抜きをしていきたいと思います。今日は節分です。服は外じゃない、間違えた。なんでやねん。お庭は外、なんでやねん。服は内。では会場へ飼育に来ました。これからちょっと着替えて岩盤浴に行きたいと思います。これはたぶん 2.5kg だったんで、2.5kg 水抜き終わって声が枯れてますね。やばいですね。なんかやっぱりウォーターローディングしてて、今日全然水もう飲んでないんで、めちゃめちゃ声が枯れてきます。あとは単純にあれですね、さっきのクラスレッスンで歯医者に水抜きました。確かにマジやばいです。どうですか調子は。今ローリューが終わってどれですかね。700ぐらい、500から700ぐらい落ちました。まあ結構きついですね。きつい。でも明日止まんないです。リーグです。まだ頑張りましょう。頑張ります。ありがとうございます。どうですか。いや、落ちは、まあ、落ちはぼちぼちですね。まだでも1キロぐらいですから、1キロ弱やばいですね。だいぶ声も本当にきつい。あと1.5、あと 1.5kg。 頑張ります。お願いします。はい、よし、これでちょっと水抜きが終わりました。大体 450g オーバーだったんで、まあここから明日の1時が13時ですね。13時か計量なんで、そこまで待てば計量するっていった感じになります。まあ2.5kg の、ね、水抜きだったんですけど、まあ、特にそんなきついっていう感じはね、なかったです。はい、まあ、ちょっとあとはこれね、試合に向けて、はい、行くだけなんで、そうですね、明日13時まで我慢したいと思います。ありがとうございます。お疲れ様でした。水抜き頑張ってください。はい、頑張ってください。まずはちょっと試合ね、頑張ります。必ず勝ちます。続きましてセミファイナル第7試合、クラッシュライト級赤コーナーチーム M ハイ、安田真夏選手お願いいたします。安田選手62.5kg です。安田選手62.5kg 計量クリアです。続きまして青コーナー K1 ジム心斎橋チームレパード新田選手お願いいたします。新田選手 62.45kg 計量クリアです。それではツーショット撮影を行います。こちらのカメラにお目線お願いいたします。最後に向き合っていただく写真の方お願いいたします。ありがとうございました。続きまして第6試合、クラッシュバンタム級赤コーナー優也道。これから OS1 をいただきたいと思います。今ジャストでクリアしたんで、いただきます。
普段だったらめっちゃまずいんですけど、めっちゃうまいです。水分から取って、その後にゼリー状のもので、でその後にだいたいフルーツですね。フルーツを食べて食べます。同じくフルーツジュースだったり、あとは味噌汁をリカバリー中は最初はですね、最初は飲むんで、はい、やっぱ塩分とかもかなりなくなってるんで、こういうものから取った方がいいです。ありがとうございます。いただきます。これ今日、リカバリー後の計量終わってからの1食目ですね。うどんを食べたいと思います。うどんはね、消化にめちゃめちゃいいんで、はい、最初はこういう柔らかいものから食べていきます。幸せを感じてます。はい、もう喉がね、なんかかなり枯れてますね。徐々に回復していくと思いますけど、はい、合間にね、糖質しっかり取りながら動いてました。美味しいです。